はいえー、と皆さん、こんにちは、えー。ピースボート災害支援センターの小林慎吾です。えー、とトルコとシリアの、えー、と大きな地震から1ヶ月が経ちましたで。ピースボート災害支援センターでも、今、あのー、トルコ、えー、シリアの地震、えー、1ヶ月経って、どんどん、あのー、亡くなった方、被害の様子が分かってきて、だいたい5万人以上の方が、えー、と亡くなったというふうに報道されています。特に えっと、例え物の倒壊ですとか、そういったところで、えー、すごく大きな被害が出ています。で、PBV の方でも、あの、今、えっ、ー、と、緊急支援募金を呼びかけて、えー、全国各地のピースボートセンターでも該当募金を、えー、と実施しています。で、えっ、ー、と、PBV のスタッフ、鈴木育野さんと中川聡さんが、えっ、ー、と、現地に入って、えー、支援活動や調査活動をしてきましたので、えー、記憶して、あの、間もないので、あの、すぐ、 えと皆さんに報告したいと思いまして、えー、今回、もうちょっとお話ししたいと思います。はい。生野さん、よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃえっ、ー、と、では、最初にあの画面を、写真を共有しながら、一緒に、えっと、現地の様子を見ていきたいと思います。 それ見えてますかね。はい、えっ、ー、と今スライドショーになってない画面が映ってるかな。うん、まあ一回どうでしょう。あ、大丈夫です。ですね、はい。はい、えっ、ー、とですね、今回あの私たちの滞在はとても短いものだったんですけれども、えっ、ー、と二十五日、え二月のに二十五日にイスタンブールで。 えー、合流してそれで3月のそうですね、2日にはちょっともう帰って、えー、イースタンブルを離れるっていうかなり短いスケジュールだったんですけれども、あのそのコーディネートをしてくれたのが一番左に、えー、立っている、えー、ASARHumanity という団体のファルクさんという方です。えー、とこの団体もともとインドネシアの団体なんですけど、トルコにも10年ぐらい住んでらっしゃる方で、 SAR Humanity とちょっと私たちの間で、えー、昨年11月にインドネシアで地震があった際にちょっと共同、えー、させていただいたご縁があって、えー、今回コーディネーター役を務めてくださいました。で、えっ、ー、と真ん中がスタッフの中澤聡さんで私が一番右ですね。これは、えっ、ー、とカイセリかなえっ、ー、と空港ですね。はい、うんうん、到着したところの、はい、写真になります。 じゃ空港到着してすぐ出会って合流したっていう、ね、そうですね。はい。で、えー、と今回の行程なんですけれども、まあ、最初イスタンブールから、えー、アダナという場所に、えーと、ちょっと今回、ちょっと変則的で、えー、行きと 帰りでで空港違ったんですけど、まあまアダナ自体はあの若干被災してるんですが、まあえー、被災地の中でもあの被災状況被害状況がかなり、えー、と被災件数は少ない方で、うん、まあホテルとかがまだホテルとかレストランとかそういったところは営業できているのでそこを拠点としました。 で、結構他の NGO 団体も同じところを拠点に、えー、アダノを拠点にして、えー、もっと南の方に日々、えー、入って運転して入っていくっていうような形で支援を行ったり調査を行ったりしていました。うん、でもうすぐ、うん、えとその、えー、隣にガジアンテープテ地名が書いてるんですけど、それを超えるともうすぐシリアに、うんえー、なるっていうようなそういった場所です。そうですよね。ん トルコの南東部とあとシリアの北部が大きな被害を受けたということですよね。ということでも170キロぐらいの範囲があの被害を受けたという,ふうな報道があるので、大体関東から福島のところまでかかるぐらいかなり広いあの範囲が被害を受けたということですね、うん。そうですね。ちょうど、えー、とこのアダナって書いてあるところからこう。 えー、湾岸をずっとこう降りていったところに、ハタイという県、ハタイ県っていう県があるんですけど、えー、とそこを私たちは主に調査と、えー、支援と行ってきたんですけれども、そこはもう本当にあの被害がかなり大きくて、まあ、今回、えー、と被災している県が 10, 10県かな、<件>えー、にまたがっているんですけれども、うん、まあその中でもかなり大きい被害のあったところ。 でしたはい、ありがとうございます。すはい、にいね、そうですね。はい、で、えーと、このアダナっていう場所から車でそうですね、3時間ぐらいかかるかなっていうところに、えー、とハタイっていう場所があ,あるんですけど、これは、えー、とハタイの中でもアンタキヤっていう場所、えー、なんですが、かなりもうこ幹線道路沿い。 えー、からもうこうこいい、えー、建物がが倒れててるのどどんどん見えてえー、きますで道路はあのー、それほどダメージ受けてないので交通はあのー、取れるんですけれども,もう建物はこういう倒壊している建物特に住宅、えー、それから商業ビルみたいなものでこういったのがどんどんと倒れていて結構まああの 立ち入り禁止のテープが貼ってあった場所もあるんですけれど、うん、割とこういうがれきのすぐそばで人が生活していたりとか、あとあの立ち入ってたりとかっていうことが割と目に見えたので、少し私は驚きました、うん。結構大きな建物も倒壊しているっていう風な様子ですね。そうですね、割とあの上の方は綺麗でも、下の1階、2階が潰れてしまっている建物とか。うん もあ,りましたしあとそういう建物だとはしご車みたいのを使って上の階の家財、えー、道具を持ち出してっていうような、えー、そういったシーンも見かけましたうん、うん、まだ余震も続いているようなですねはいえっ、ー、と私たちのいた、えー、時に私たちのいた場所で余震っていうのを感じることはなかったんですけれどもあの日々 あのどこそこで大きな余震がありましたっていうのはもうニュースでも、えー、ツイッターでも入っていてで残念ながらそういった余震でこういうあのた、えー、倒壊途中だったというか崩れかかっていた建物の人きになってまた亡くなってしまった方が、えー、何名かいらっしゃるっていうふうに報じられています。なのでまだまだあの余震の恐れが、えー、続く中で生活しているっていうような状況です。 東北の震災でもやっぱりその後の余震、すごく怖い思いをされていらっしゃった方がたくさんいたので、うん、トルコでも結構ね、壊れた建物が近くにあると余計怖い思いをしているかもしれないですね。そうですね。はい。で、えっ、ー、と、これは、 私たちが、えー、と支援物資として現地で、まあ、調達したものなんですけれども、えー、と衛生用品の配布っていうのを行いました、えー、ハンドソープだったりあと、えー、生理用のナプキンとか、えー、あとゴミ袋とか、えー、トイレットペーパーとかそういったものをですね一式、えー、詰めてえっ、ー、とー はいで結構、衛生状態があんまりよろしくないんですよね。うん、ですごい子どもたちとかも手,もう手足も,もう真っ黒系になりながらあのテントの中で砂ぼこりの中で生活してたりするので、まあ、こういったもの、まあ、消耗品なので、えー、といくつあっても足りなくはなってしまうので、えー、こういったものを支援しました。うんはい そうですねこれ、あのー、後で多分出てくるんですけど、炊き出しを、えー、この破体験の中で行ったんですけど、その、えー、炊き出し終わった後の様子ですね。で、もうこの一帯はもう電気が全然、えー、通っていないとか、停電しているので、うん、こういうソーラーパネルの電気のところにみんな集まって、えー、充電したりとか、えー、していました。で、ここのテント村というか、 この避難所でいうと、一応水のタンク、それからトイレ、あとシャワーは、えー、一応あるっていう状態でした。このテントの中は、えー、と調理場になっていて、炊き出しの、はい、道具が入っていたりとか、あとはそのスタッフ関係の人たちがちょっと仮眠を取ったり。 あとはお祈りをしたりとか、うん、そういうスペースとして使われていました、うんうん、そうですねイスラム教の国ですもんね、うん、はいでこれがえっ、ー、と現地の支援団体の方に混ぜていただいて炊き出しのお手伝いを、えー、してきました2500食ぐらい全部で、うんえー、配っていてそのうちの400食ぐらい PBV からっていうことでえー 配布させていたただきましたで結構、あのー、そうですね1個のテントが1個の世帯ではなくて、結構何世帯も、まあ、親族の世帯、えー、何世帯もで1個のテントを今共有しているような状態なので、本当に1人の人が何色も家族の分をたくさん抱えて持って帰る姿がすごく印象的でした。であのー 一応、この監修している方が、まあ、シェフの方、もともとプロの料理人の方がついて、えー、やっているので、あの温かい食事、うん、えそれからご、ね、なんかこうご飯とかパスタにこうスープソースをかけるような形の食事、うん、プラス、えー、スープと,あとパン、これは朝食なんですか これは夕方ですねそう子供たちもすごいあの、うん、一生懸命はい取りに来てたり周りの大人たちがそうやって運ぶとこぼれちゃうよとかいろいろこう言いながらあの本当に家族みんなで来てくれてましたすごくあの驚いたのは本当に混乱がなくてここまあ ちょっと私たちが行けた場所はここしかないんですけれどもここので見た範囲で言うと本当に混乱もなくてで子どもたちにとかお年寄りに列譲るような方たちがいたりとか、うん、あと何て言うか1人でいくつも何て言うあの、えー、持っていくなんて必要以上に持っていこうとする人とかも全然いなくてうん、うんうん、すごくあの 秩序が守られたですごくテキパキとあの配膳されて、えー、ましたね、うん、じゃ混乱せずに譲り合ったりしながらってたりそうですね。うん、そうでこれは、えー、と支援物資先ほどの,あの衛生用品とかを届けに行った時の、えー、様子です。でまあ、あの袋で 配った分と、あとこうう箱で配った分とあったんですけれども、これは、えー、と同じ町の、えー、中にある、えー、とウズベキスタンとか中央アジアの方から移民されてきた人たちが多く暮らしているコミュニティです。うん、で、この辺は、えー、と大きいマンションみたいなものが倒れているエリアっていうよりは、えー、と一軒家とか、少し低層、うんえー、階の多くが並んでいるエリアで。 えと庭に、まあ、そのお家が壊れてしまっているので、庭にテントを張って、えー、生活してたりとか、まあ、家からそう離れてない場所に、えー、テントを張って、えー、生活してるっていうような、そういう場所でした。はい、で、これは先ほどのテント村で、えー、と子どものスペースがあって、えー、そこの子どものに顔に落書きをされている。<laughs> <laughs> さんです、ね、子どもたちもなんかぱっと見はねすごい元気であの喋りかけてきてくれたりとか、えー、するんですけどやっぱりずっと余震が続いてたりこういうテントでの生活ももう1ヶ月とかになってくると、うん、かなりあの精神的にも不安定になるんじゃないかなというふうに思っているので、うん、まあその辺りのケアはも,もうすでに。 始まりつつありますけれども長期的に彼らをサポートしていくっていうのはすごく大切なんじゃないかなと思ってます。うん、でこのテント村に関して言うとあの移動図書館が来てました移動図書館とそういう教育省の関係の方が来て、うん、まあ子どもたちと一緒に踊ったり歌ったり、うんうん、そんな活動もされてました。 そうですよね子どもたちも遊んだりとか勉強したりとかっていう日常をまた取り戻していかなきゃいけないですよね。そうですね、これはあの先ほどの物資を届けた、えー、っとウズベキスタン系のご家族の暮らしている、えー、場所でした。ここはこはうういう感じでテント張って、えー、でちょっ給水所も えー、コミュニティの中に、えー、1箇所2箇所くらいかな設置されていたので、まあ、一応寝泊まりはできるという状態ですけど、うん、まあこれもねあのそうそう長くここで暮らしていくっていうこともできないので次、まあ、それが、えー、コンテナハウスなのかそれとも建物を倒あの直して住むのかっていう判断がこれから、えー、起きて えー、されていくとは思うんですけれども取り急ぎは今こういういい形のテントに住んでいます、うんうん、結構テントで暮らされてる方がたくさんいらっしゃるっていう感じなんですねそうですね私たちの見た範囲ではテントで暮らしていてでも、えー、と場所によってはまだテントが届いていないとかいう話も聞きますし、うん、あとは えと少しずつなんですけれども、コンテナハウス、コンテナシェルターっていうのを国が、うんえー、作っていてで、それが少しずつですけど、あの運び込まれています。あのうん、車なあ、えーと、幹線道路でもそれを運んでいる様子っていうのは見えたので、うんまあ、そんなに一気に何千個、何万個って作れるものではないと思うんですけど、まあ、それも少しずつ進んでるっていうところですね。うんうん 朝,朝晩は結構冷え,冷えるんですかそうですねえっ、ー、とそうですね結構昼間は暖かかったり暑いぐらいだったりもするんですけど、うん、やっぱりあの炊き出し終わって日没、うん、そうですね日が沈むとちょっと寒いですね、うん、なのであの一応こう、えー、テントにヒーターみたいな、えー、ストーブかな 一応設置はされてはいるんですけど、うん、それでもまあ今発災後すぐに比べたらだいぶ暖かくなりましたけど本当に発災直後雨降ってたりするとかなり寒かったんじゃないかなと思います,す、ね、今も多分ね夜雨降ったりすると相当寒い、うん、プラスあとやっぱり衛生的にもよ、うん、くないのでかなり厳しいかなと思います、うん 住む場所も少しずつ仮設のコンテナとかそういったものができればまたもう少し環境にちょっとずつなっていくのかなっていう感じなんですね。そうで,すねで、あとまあ今課題になって報道中でされてるのはその瓦礫をどこに持っていくか、うん、瓦礫の処分っていうことも今課題にはなっていますね。そうですよね、大量の建物ががれきになってしまったので。うん それをどう、うん、どかさないことには、多分、うん、あの、もう一回家を建てたりとかっていうことができないので、うんうん、そうですよね。うん、そこから始めなきゃいけないってことですよね。はい。ありがとうございます。えっと今、あの、ざっと、えっと、この間、えっと、見てきたこととか、えっと、実施してきた支援を、あの、お話しいただいたんですけど、 なんかもうちょっとここを補足したいとか話していきたいとかってありますかそうですねえっ、ー、と今まあ発災、えー、からちょうど1ヶ月ですけれども、うん、あのいろんな支援団体、えー、まあ、えー、日本からももちろんそうですしいろんな国の団体あとトルコの中の NGO とかがたくさん動いて、はいえー、いるんですけれどもあのー、まあこれが 今はすごくたくさんいるんですが、まあ、どの災害でもそうですけど、ある程度のこう時期を過ぎると、どんどんみんな帰っていってしまうっていうのがあるので、うん、えとそういったところでやっぱ中長期的な支援っていうのを見据えてやっていかないといけないなっていう、うん、え点が、まずはありますね。うんうん、で、そのための、まあ、ニーズがどんどん変わっていくので、それもちゃんとフォローして、うんえー、いかなければいけないなっていうのと、うんうん あとは、そうですね、まあ。あと関心持ち続けることっていうのもすごく大事だなっていうふうに思っています。で、すごくあのトルコの人たちはやっぱり日本人がやってきたっていうとすごい喜んでくれるんですよね。うん、<laughs> あの、そう、昔の歴史のね、こう。 あの昔日本でトルコの船が難破、うん、した時にっていう話をすごい一生懸命してくれるおじいさんがいたりとか、うん、あとはあのさっきの,あのウズベキスタンとかのコミュニティに行った時も私たちの姿を見つけてなんか焼きたての,あの手作りパンを振る舞ってくれるおばあさんがいたりとか <laughs> <laughs> 本当になんか温かくあの温かい人たちだなっていうのが、えー、感じられたので本当に。 うん、ちょっと一日も早くああいうテントとかそういったところの生活から抜け出せるお手伝いができればなというふうに考えています、うんうん、そうですよね、多分まあ日本の方でも1ヶ月過ぎてこれから通常に、ね、報道が少なくなってくるかもしれないですけど現地としてはずっと、ね、今のテントの生活から新しく違う場所に移ったりとか、うん、まあ生活が取り戻すために、まあ、子どもたちの学校をどうするのかとかも含めて。 長く長くきっと続くっていうことになってしまいますよね。そうですね。今後あの、まだ、えっと、これからね、集めてきた情報とかを考えながら、ニーズの変化もあると思うので、えっと、今後どういうふうな支援を実施するかっていうのは、これからまた検討していかなきゃいけないかとは思うんですけど、今のところの見通しとしては、どういうことができそうかなとか、どういうことを考えているみたいなことを少し。 お話そうですね、私たちは、まあ、あの今、えっと、いくつか現地の NGO と連絡を取り合っているんですけれども、まあ、私たちはあまりこうものをあの建物を建てたりとか、えー、お医者さんを派遣したりとか、そういうのに強い NGO ではないので、私たちにできることっていうと、まあ、人を支えていくことかなと、ソフト面の支援かなというふうには今、思っています。 いますあの例えばそういう子どもたちの、えー、遊べるスペース、えー、作るとかあとは精神的なケアであったりとか、えー、あとは制御の回復とかそういったものももしニーズがあれば手伝いできればなというふうに考えています。今ちょうどあのいろんな団体トルコの中の中も、えーあと 国際機関もどんどんいろんな団体がレポートを出しているんですね、こうニーズの聞き取りをして出しているところなので、うん、ちょっとその情報をすり合わせて、えっと、ニーズのギャップが、えー、ニーズから取り残されてしまいそうなところをちょっと小さい規模でやっていけるといいのかなというふうに考えています。うんうん、はい、ありがとうございます。えー なので今後、PBV、えっと、の方でも、えっと、具体的にまあ緊急支援以外のところでこういうふうな支援をしていくとか、PBV、まあ、だけではなくて、現地の,あの支援団体を応援しながらという,ふうな形になると思いますけれども、引き続きあの支援活動自体は続けていきますので、えっと、皆さんの,あのご支援とかご寄付、あの随時受け付けてますし、息長くあの応援していただけるとえー、嬉しいなと。 思いますえー、トルコ・シリア大地震の緊急支援募金に関してはあの概要欄にあのリンクを貼っておきますしあとは随時あのお互い様サポーターといってあの月々のご寄付で、えー、と長く継続的にあのご,ひご支援できるようなあの方法もありますのでそれも概要欄にあのリンクを貼っておきますのでぜひ皆さんあの引き続き応援と関心を持っていただいて。 あのー、関わっていただけると嬉しいなというふうに思います。はいでえー、とあとはフェイスブックとかホームページとかツイッターなどでも随時あの現地の情報とか今やっている活動内容をあの紹介していきますので、えー、そちらもご覧ください。菊、はい、野さん、あのー、帰国して本当にそうす数疲れているところありがとうございました。はい、ありがとうございま引き、はい、続きどうぞよろしくお願いします。はい、よろししくお願いいますはい じゃあ、今日はあのこの緊急の報告はこれにておしまいにしたいと思います。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。